2008年の台風のデータ。台風の発生数は22個で、日本へ上陸した台風は1個もなかった。1951年の統計開始以降では、1984年、1986年、2000年に、ついで4度目である。ただし、日本に接近した台風は9個あった。4月15日に、南シナ海で発生し、アジア名のグリーと命名された。 その後北上して海南島に接近後に中国南部の関東省に上陸。台風の影響で南シナ海では40人の漁師が行方不明となった。他台風が上陸した中国では3人が死亡した。5月7日9時にフィリピンの東の海上で発生した熱帯低気圧が精神し8日3時にミンダナオ島の東で台風となってアジア名。 ラマスウーンと命名された。命名国はタイで雷人を意味する。発生当初から雲の形のバランスが良かったため、台風は震度を北に変えて勢力を強めながら進み、10日21時に同海域で台風としてはこの年初めて猛烈な勢力となり最盛期を迎えた。その後は北緯20度付近で急速に勢力を弱め、衰えながら、 日本の南の海上を北東に進み、13日9時に八丈島の南東の海上で温帯低気圧に変わった。温帯低気圧は東北東に進んで、14日21時に日本の東海上において消滅した。台風が接近した八丈島では13日に暴風となり、最大瞬間風速秒速36.1メートルを記録したほか、農作物への被害が発生した。 5月14日15時に、ルソン島の東の海上で発生した熱帯低気圧は北東に進み、15日21時に沖縄の南の海上で台風となって、アジア名、マットモと命名された。台風は東北東に進みながら若干の発達し、16日15時に日本の南海上で勢力がピークに達したが、台風の雲は当初からまとまりのない形をしていたため、 あまり強くはならなかった。その後、台風は震度を東に変えながら、勢力を弱め、17日9時に、伊王島の北の海上で、熱帯低気圧に変わり、同日15時に消滅した。5月14日21時に、南シナ海で発生した熱帯低気圧が北に進み、次第に震度を北東に変えながら、16日15時に、台風となって、アジア名。 アーロンと命名された。台風は当初は停滞していたが、発達しながら進んで、ルソン島の西岸を気にて最盛期を迎えた。その後は、ルソン島の北部に上陸して勢力が一旦衰えたが、ルソン島を通過した後に、再びゆっくりと発達し、沖縄の南海上へ進んだ。その後も北東に進み続けて、次第に勢力を弱め、20日21時に、 八丈島の南東の海上で温帯低気圧へと変わった。温帯低気圧は日本の東海上を北東に進み、カムチャツカ半島の南東海上にて24日21時に消滅した。5月26日15時にヤップ島の東の海上で発生した熱帯低気圧が北西に進み、27日15時にフィリピンの東で台風となってアジア名。 ナクリーと命名された。命名国はカンボジアで、花の名前に由来する。台風は北西にゆっくり進みながら、勢力を強め、二十九日二十一時に最盛期を迎えた。台風は六月一日にかけて、勢力を弱めながら、北に進路を、変へ、沖の鳥島の再会場を通過。しかし二日の午前中にわずかに再発達し、日本の南海上を北東進した。 その後は勢力が衰えていき、3日15時には八丈島の東の海上で温帯低気圧へと変わった。温帯低気圧は闘進して、6日9時前には180度経線を超えた。この年の5月に発生した台風はこれで4個目であり、1971年及び1980年と並ぶ過去最多体の発生数となった。詳細は 平成20年台風第6号を3照6月19日にミンダナオ島の東で発生しアジア名、フンシェンと命名された命名国は中国で風神を意味するこの台風はフィリピンに上陸後縦断して各地に大きな被害を出した台風の影響により大雨による土砂災害やフェリーの沈没などが発生し1000人以上が死亡した台風による 被害7月13日15時にフィリピンの北東の海上で発生した熱帯低気圧が南西進し、15日15時にフィリピンの東で台風に昇格してアジア名カルマエギと命名された。命名国は北朝鮮でカモメを意味する。台風は北に進路を変えて、17日には先島諸島の南海上を北西進し、強い勢力となった。 その後夜には台湾に上陸。19日3時に中国南東部で熱帯低気圧に変わった。熱帯低気圧は進路を北東に変えて航海を進み、20日21時に温帯低気圧になった。そして温帯低気圧は朝鮮半島を通過し、24日21時にオホーツク海にて消滅。 沖縄県八重山地方の海上では台風の影響で大湿気となり波の高さが6メートルを超えた。また18日には与那国町与那国島で最大瞬間風速秒速27.3メートルを記録。そのため離島航路や航空機の欠航などの交通障害や農業被害などが起き、与那国町の一部では停電の被害もあった。 7月24日各時に南大東島の南方で発生した熱帯低気圧が西へ進み25日15時に台風になってアジア名フォンウォンと命名された命名国は香港で山の名前に由来する台風は沖縄の南海上を西に進みながら勢力を強め27日には強い勢力となって先島諸島の南海上を 北精神した。28日9時前に台湾に上陸すると勢力を弱め、台湾を通過後は河南へと上陸した。その後は北に進み、29日21時に熱帯低気圧に変わった。熱帯低気圧は8月1日9時に消滅した。台風が接近した沖縄県八重山地方では暴風や大雨に見舞われ、海上では 大しけとなって波の高さが8メートルを超えた。28日に与那国町与那国島で秒速37.0メートルの最大瞬間風速が観測されたほか、石垣市カビラでの総雨量は205.0ミリメートルに達した。そのため、離島航路や航空機の欠航などの交通障害や農業被害、停電の被害などが発生した。 8月5日に南シナ海北部で発生し、アジア名、カンムリと命名された。命名国は日本でカンムリ座を意味する。精神して中国関東省に上陸後、ベトナムのハノイ付近で熱帯低気圧に変わった。この台風はベトナムや中国などに大雨による大きな被害をもたらし、多数の死者、行方不明者を出した。8月10日に、 日本のはるか東で発生し、アジア名、ファンフォンと命名された。しかし、発生場所がすでに北緯30度を超えていたため、台風の勢力はほとんど発達しなかった。8月14日3時に南大東島の南東海上で発生した熱帯低気圧が北北東に進んで、15日15時に日本の南海上で台風に昇格し、アジア名、ボンフォンと命名された。 命名国はマカオでスズメバチを意味する。台風は震度を東北東に変えて八丈島の南海上を進み、日本の東海上で16日15時に勢力がピークに達した。その後も東北東に進み続け、18日9時に千島列島の東海上で、16日から17日にかけて日本海沿岸から東北地方へと伸びる前線が九州地方から 本州南岸まで南下して台風によってもたらされた暖かく湿った空気が流れ込んだことで大雨となった関東地方をはじめ九州地方や中国地方、北陸地方などで大雨が降った。土砂災害が各地で発生したほか富山県や栃木県を中心とした住家の浸水被害や広島県や関東地方において落雷による大規模停電が発生。 また16日には、栃木県鹿沼市で、東北自動車道のアンダーパスが、局地的な大雨の影響で冠水し、乗用車が水没して一人が死亡する事故が起きている。8月18日に、フィリピンの東で発生し、アジア名、ヌーリと命名された。命名国はマレーシアで、オウムを意味する。台風はしばらく西へ進み、 ルソン島のカガヤン州に上陸。その後は北西方向に進んでカナンに上陸後に消滅した。この台風はフィリピンや香港、カナンの一部などに被害をもたらし、死者や行方不明者を出した。詳細は平成20年台風第13号を参照9月9日にフィリピンの東で発生し、アジア名、シンラ港と命名された。 台風はゆっくりとした速度で北上して、先島諸島に接近、14日に台湾北部に上陸した。その後は進路を東寄りに変え、日本列島の南を通過した。この台風は、発生当初から雲のバランスが良く海水温も高かったために、急激に発達した。また、通常の台風と比較して、延直構造が極めて強固だったため、台湾に上陸しても、 その循環システム自体が崩れることはなく、東、シナ海に出た後若干の再発達を見た。日本列島にもかなり接近したものの上陸せずに通過した。台風による浸水9月19日にフィリピンの東で発生し、アジア名、ハグピートと命名された。発生時点から中心付近の雲が非常によく発達していたため、 発達しやすい台風であると予測された。台風は勢力を強めながら、ルソン海峡を通過し、その後中国南部の関東省に上陸した。この台風によりフィリピンや中国、ベトナムなどで大きな被害が発生し、合計で102人が死亡した。詳細は、平成20年台風第15号を参照9月24日にフィリピンの東海上で発生し、アジア名。 チャンミーと命名された。最盛期には、中心気圧905ヘクトパスカルの猛烈な勢力となり、先の台風13号と類似した震度をたどって28日に台湾に上陸。上陸によって、暴風域は消滅し、衰弱しながら、徐々に震度を東寄りに変えて、東、シナ海を進み、九州の南海上に進んで、温帯低気圧へと変わった。その後、 台風から変わった温帯低気圧は日本の南海上を通進して日本列島から遠ざかった。この年に発生した台風の中で最強の勢力となったのがこの台風である。9月29日に南シナ海で発生しアジア名、名カラーと命名された。命名国はタイで雷の天使を意味する。台風は西に進みベトナムに上陸した。 台風の勢力そのものはあまり強くはなかった。9月29日にフィリピンの東で発生し、アジア名、キーゴスと命名された。その後あまり発達せずにフィリピン中部を通過した。10月19日に小笠原諸島近海で発生し、アジア名、バービーと命名された。命名国はベトナムで、ベトナム北部にある山の名前に由来する。 しかし、ほとんど発達しないまま温帯低気圧に変わった。複雑な動きをする台風も、参照熱帯低気圧として、フィリピンを通過後、11月7日に、南シナ海で台風となり、アジア名、メーサークと命名された。命名国はカンボジアで、木の名前に由来する。台風はあまり発達しなかったが、南シナ海で複雑な動きをした。11月16日に、 南鳥島の西で発生し、アジア名、ハイシェンと命名された。命名国は中国で、ワタツミを意味する。しかしほとんど発達せずに、温帯低気圧へと変わった。11月16日に、南シナ海で発生し、アジア名、ノールと命名された。命名国は北朝鮮で、夕焼けを意味する。勢力そのものはそれほど強まらなかったが、ベトナムなどに被害が出た。 12月11日15時にグアム島の南海上にて発生した熱帯低気圧が精神し、13日3時にマリアナ諸島の再会場で台風になり、アジア名、ドルフィンと命名された。命名国は香港で香港を代表する動物の一つである白イルカを意味する。台風はその後も精神を続け、15日9時に急に深度を北に転じ、16日3時には フィリピンの東海上で最盛期を迎えた。台風は徐々に勢力を弱めながら、震度を東北東に変え、小笠原諸島の南海上で18日21時に温帯低気圧となり、19日9時に消滅。パガサの熱帯低気圧監視エリアフィリピン名は、熱帯低気圧がフィリピン大気地球物理天文局の管轄エリアに入った際に命名されるものである。この一覧は、 未完成です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。ありがとうございます。